今はこういう機械化っていう風にどん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 人じゃなく機械でいくっていう風に変えてきてる。で最後出てきたやつは人がこうチェックをする、機械も間違うことはあるから絶対人間は確認すべき。選手よりもラケットに追求してるって、探求してるって。え、人張ってるんですか？そうなの、本当にサポートしてもらっている側からしたらすごい心強いなっていうのはあります。この作業の工程の中で重量をもう2回目測ってるのね。例えば変に重いのとか変に軽いのがあったら、まあ、そこで一旦戻してもう一回作り直しじゃないけどっていう風な工程がこの中に実はあるの。